ただいま、パヤオカ樹園の園地にいます。パヤオカ樹園というと、10年くらい前まで、日本のヤフージャパンのヤフオクで、パヤオレイクというハンドルネームで、熱帯果樹の種とか苗を販売していた、そこの園地になります。で、パヤオレイクさん、ID だとかも、消しちゃって、それでホームページも削除しちゃったみたいで、どうなったのかなと思って見に来たのですが、まあ奥さんの話によりますと、パイオレイクさん、ただいまがんで5年ほど入院したままで全然活動できていないそうです。で、奥さんもまあちょっとたどたどしい日本語なのですが、意味を解釈すると高血圧と糖尿病であまり動けないということで、園地がだいぶこの通り荒れているみたいです。まあ今は果樹というよりも、まあその先にちょっと見えてるトウモロコシとか、あとお米だとかを主に作っていらっしゃるみたいです。この通りなんか園地がだいぶ草ぼうぼうになっちゃってます。あれはミラクルフルーツでしょうかね。ちょっとトウモロコシのその向こう側にそれっぽいのが見えます。で、私の足元はというと、この通り、高さ80センチくらいの、前後くらいの、そんな草がこの通りぼうぼうです。なんか道なき道を行っているような、そんな感じがします。まあ、笑い事じゃないんですけども、ちょっと、コブラだとか出ないだろうなという、そういうふうな気がします。足元こんな風ですね。ここら辺はまあシーズンオフとは言っても、リュウガンかランブータンのようですね、葉の形からすると。なんかランブータンかな、リュウガンはもうちょっと葉っぱが小さいような気がしたし。なんか見たところでは、この通り今トウモロコシ果樹園のとこ敷地はトウモロコシがメインで、果樹はところどころに今もなお点在しているという、そういうふうな感じですね。この辺は私がボランティアやってた頃には、確かドラゴンフルーツがいっぱい植えてあったんですけども、今はこの通りトウモロコシがいっぱい植えてあります。ここら辺はマンゴーですね。あとあっちはリュウガンかな、これは。まあ通常でもシーズンオフですから果実がついてないんですけど、まあこの状況を見たらなかなか厳しいですね。まあ現在奥さんの体調がよろしくないみたいで、あんまり動けないようですので、なかなかちょっと手入れが行き届いていないみたいですね。ここら辺はランブータンですね。なんかいろんなツルが絡まっちゃって、ちょっと見分けにくいんですけども。まあこの木の近くまでこの通りトウモロコシ、
延々とトウモロコシ、果樹よりももうトウモロコシが多い、そういう状況です。あ、ここにヤマトゲバンレイシの果実がなってますね。うん、まあうちのビリバとかチェリモヤとかそれの仲間の果物になります。ここに小さいですがつぼみもついてます。なんか落ちたわと思いますね、うん、私の手と比べるとだいたいこんなぐらいの大きさ、まあ結構ソフトボールくらいの大きさはあるみたいです。マフアの果実がありました。日本でいうところの五連子もしくはスターフルーツというやつですね。しかしこれも相当なんかつるが絡んじゃってますね。ランバイの木がありました。タイ語ではマファイと言います。甘酸っぱくて結構美味しいんですけどね、うん、これもなんか他の木だとかツルに覆われちゃってます。果たして実がなる度合いがならないのかちょっと微妙な感じです。パヤオ果樹園のシンボルだった六角堂ですね。私もボランティアやっていた時にはここで昼寝してました。ここも現在は休憩所くらいに使われているみたいです。なんかはしごがありますね。六角堂の周り、ここら辺も果樹畑だったように思うのですが、ここら辺はまだ開けているかな。草がなんぼか払われています。六角堂の奥もこの通りトウモロコシですね。あとこっちにはバナナ、プラムマンゴーですね。なんかツルがだいぶ絡まっちゃってるんですけど、このツルも雑草のツルで何の役にも立たないです。うちの庭にもいくらでも生えてきます。しつこいです。パヤオ県の中心にあるパヤオ湖、湖です。数年前はこんな風に湖のほとり、湖畔沿いはこんな綺麗な道路じゃなかったんですけども、うん、今は観光地としてだいぶ整備されているようです。まあパヤオ農園の雑草だとかそういう風な風景だとちょっとつまらないかと思いましたので、うん、ちょっと撮ってみました。気が向いたらこういうところを来てみると面白いかもしれません。魚釣りは OK なのかな、禁止なのかな。あそこで釣ってますね。なんか竿みたいなのが立ってます。まあ多分大丈夫でしょう。